はい、はい、ともちょぼりです。ということで今日なんですけども、今日はですね、インフットボール2023になって僕の愛用していたある選手がめちゃくちゃ強化されたらしいというね、情報が舞い込んできているので、ちょっと今日はその選手をご紹介していきたいと思います。実は僕もね、その選手まあ結構コメントとかでもね、こういただいていて、獲得してね、レベマにしたんですけれども、かなりね強化されているので、ちょっとねぜひ見ていっていただければなと思います。その選手がですね、 DMF の選手なんですけれども、どこだ?はい、いました。こちらデニス・ザカリアですね。いや、これね、僕の動画とかね、普段から見てくださってる方はね、もう獲得してる方結構いるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ユベントスの選手で7万 GP で獲得できるってことなんですけれども、去年ね、インフットボール2022でザカリアめちゃくちゃ強いですよってね、かなり優秀なアンカーですよっていう感じでご紹介したんですけれども、このザカリアがかなり強化されているということですね。パッと見ると、まずこのレベルっていうところがですね、30レベルから37レベルまで上がってます。まずこの時点でだいぶ強化ですよね。7レベルって言ったらタレントポイント14ポイントも変わってくるんで、超変わってくるんですけれども、それ以外にもですね、これディフェンスの能力値でアグレッシブさ強化されたりとか、あとはスピード瞬発っていうのも上がったりとかしてね、結構いろんな部分が強化されているということで、今回はですね、昔のザカリアを持っていて、今回のザカリアもね、僕獲得してレベマにしているので、まあ比較してね、実際に見ていきたいなと思います。はい、ということで、じゃあまずレベマ能力値を見ていきましょう。はい、ということで、こちらがレベマ能力値のザカリアになります。いかがでしょうか。いや、めっちゃ強くね、これ。いや、もうこのディフェンス能力値見てくださいよ。まあ、僕のザカリアは完全にこれディフェンス特化でね、育成させてもらったんですけれども、もうアグレッシブネス98って、これもうボランチっていうかアンカーの選手でアグレッシブネスこんだけ高いの超魅力的ですよね。あと守備意識が90まであって、ディフェンスセンスボールダッシュも87、89って感じなんですけれども、まあこれはね、コンディションとか、あとはチームスタイルレベルとかによって90乗っかってくるんじゃないかなと思います。他のところ見ていくと、スピードも83あって、瞬発も73あって、まあスタミナ端でちょっと低めかなっていうふうに思うんですけれども、まあドリブル数値もね、75後半ってことでそこまで低くないですし、まああとはね、スキルのを見ていくと、こんな感じでね、シュート系のスキルとかめっちゃ持ってるんですよね、実はザカリア。で、ワンタッチパスとか、まあ、ワンタッチシュートとか持っていて、しかもね、マンマークインターセプトブロッカーっていうね、高守備のスキルを持っているってことで、この攻撃的なね、この中盤のシュート系のスキルを持ってるのも珍しいですし、ワンパンを持っていて、しかもね、守備系のマンマークインターセプトブロッカーを持ってるっていうね、めちゃくちゃ優秀なんですよね。しかも身長は191センチってことで、まあ、前回の動画とかではね、まあ、アンカー版ビエラですよみたいな感じで紹介したんですけれども、本当にね、よりビエラに近づいた、それぐらい能力が強化されているんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、もうザカリア知ってる方結構多いかなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ実際ね、前回のザカリアですね、2023のザカリアと2020のザカリアのこの差についてちょっとね、比較しながら見ていきたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとザカリアですね、去年と今年のどのぐらい変わったのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。まず総合値見ていくと、1変わったといった感じになってますね。身長とか変わらずこうやって見ていくと、はい、まずこんな感じでドリブル能力値に関してもザカリア今回の結構上ですね。ボールコントロールに関しては前回はザカリアの方が上なんですけど、ドリブルが74、ボールキープ77ってことで、プラス4とプラス2ということで、はい、他のところ見ていくと、まずスピードってところですね。スピードも今回のザカリアの方が速くて、瞬発が圧倒的に違いますね。前回のザカリア64まで育成したんですけど、僕のザカリア今回73まであると。そしてフィジカルも今回のが強くて、このディフェンスっていうところですね。ディフェンスセンスだけが前回のザカリアの方が高いんですけども、それ以外のところが圧倒的に今回のザカリアの方が強いですね。ボールダッシュをプラス3されていて、アグレッシブネスも5プラスされていて、守備意識も5プラスされているってことで、まあ、圧倒的に今回のザカリアの方が全体的に能力値見てみてもね、強いっていうのがわかるんじゃないかなっていうふうに思います。他のスキル面とか特に変更なしといった感じになってますね。はい、ということでですね、まあこのね、アンカーのザカリアマジね、最強クラスかなというふうに思うんですけれども、実際ね、今日はこのザカリアの方を使って試合の方までやっていきたいと思います。はい、ということでね、実際にマッチングのをしたので、ザカリアの方を使っていきたいと思います。で、ザカリアなんですけれども、やっぱりね、ってかもちろんね、このアンカー DMF の位置で使っていきたいと思います。相手の方も結構ね、いい感じで結構強そうなメンツなんで、ここでね、しっかりザカリア使って守っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まあ、前回のザカリア動画見てくれた方ならね、わかると思うんですけど、ザカリア意外とね、ボールの持ちやすさがね、身長の割にこれ、結構身長高いでしょ、これ。意外とボール持ちやすいっていうのはこんな感じで、意外とね、ボール持ちやすいって特徴もあるので、まあ、そこら辺も含めておすすめかなというふうに思うんですけれども、まあちょっとね、ザカリアがいい感じで刈り取ってくれる、まあ攻撃的な選手ではないんでね、あんまり攻撃で見せればないかなと思うんですけれども、ちょっと
と守備面でね、どんだけ変えてくれるのか、ちょっとお見せしていきたいなと思います。まあでもあれだね、攻撃面だとシュート級のスキル持ってるから、そこはちょっといいところかもしれないですね。来た。ここルーレットいけんじゃない？うわー、なんか、エッジターンになったわ。マジか。はい、ザカリアいいよ。はい、ここでザカリア立って当てる。ワンタッチパスを持ってるからね、そこもいいかも。シューキャンからのダブルタッチ。コンカー、ある。はい、オッケー。先制と。いや、いいっすね。いい感じで先制点取れたんで、これしっかり守っていきましょう。ここから落とす。縦当てる。いいよ。はい、ここ繋ぐ。はい、これペドリ空いてくる。はい、はい。これルーレット使えんじゃない？いや、無理か？はい、はい、はい、はい。ザカリア。はい、ワンパ持ってるからずれないよ。はい、いいよ。はい、来た。来た。いいんじゃない？これ。ネイマール？お、ダブルタッチ？コンカ。はい、もうこれ安定っすよ。この位置コンカも入るんだから。はいはい、いいよ、いい調子で2点目、いいね。いや、どうせならやっぱり無失点でいきたいですね。せっかくだからね、これ。ちょっと、ザカリアとかで真ん中しっかりこう切りつつね。いや、身長でかいからね、結構存在感もある、だいぶ。意外とね、これボール持ちやすい、こんな感じで。意外とキープしやすい。ナイス。はい、サイド当てる。いいね。ルーレット、ピルロ、ネイマー、ここも。いやー、無理か。ダブルタッチ、さすがに安直か、それ。これザカリアでしっかり。ナイス。いや、いいね。足投げんだよな、ザカリア。マジで。いいよ。いい感じでボール奪ってくれてるよ。ここで、ピルロ。ダブルタッチ。待て、出せ。いや、無理？これでザカリアでしっかり。守りつつ。えぐい。足がえぐい。足の長さがえぐい。ナイス、ナイス、ナイス。いや、足の長さえぐすぎやろ。え、ザカリア、イエローなんか今の。めちゃくちゃいい感じでボール奪ってくれてたけど、イエローなんかい。頼む。ザカリア？ザカリア足投げ、ナイス。頑張れ。リューディガーも最強。ゴー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 。はいや、ナイス。もうネイマー最強です、これ。彼が最強です。コルルとかかます。わーお。ナイス。前半ちょっと。ナイス、オッケーオッケーオッケー。前半 2-0 と。よしよしよし。ちょっとこの調子で後半もやっていきましょう。後半もよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。いいよ、ナイボール。来た。こっち。やる。はい、こぼれ。いや、マジ、今作、こぼれ球入り好きだろ。マジで。なんかもう、大体これで入っちゃうよね、今作。あ、これはまさか。これはまさか。ギブアップというやつですか、これは世に言う。お、オッケー。はい、ということでですね、皆さん、ザカリアいかがだったでしょうか。まあ、直接的にね、まあ、そこまでこう、めちゃくちゃなんか見せ場がある感じなかったんですけれども、ほんとね、こう AI とかもね、いい気がしますし、やっぱり身長高いからね、能力値も高いんですけれども、かなり刈り取ってくれる個人的な印象がありますね。ぜひよかったら皆さんもね、ちょっと育成大変かなというふうに思うんですけれども、ザカリア使ってみてください。はい、ということで、こんな感じでユートボールの講座系解説動画上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。